世界のモンストリアル、人知れず野良モンスターを退治したり仲間にしたりしながらウィンウィンになったマダラメ社長にモンスターを引き寄せるエナジーポイントの存在を教えてもらったオラ様たちは、その場所を探ろうと何でも見通せると評判の占い師に占ってもらいに行ったのである。30分5000円は痛かったの割には成果がなかったのである。こんなことならモンスター界の何でも見通せる最強の預言者に聞いた方が良かったであるな。そんなやついるなら最初から言え。そいつの名前はノストラダムスである。ニンニクニン、ありがとう。この中に野良モンスターがいるはずなんだけど、ここにいるゆるキャラ全部モンスターに見えるんですけど。おーい、ノストラダムス。ノストラダムスはすぐ吐くとか高いところが好きだとか変人の予感満載の噂が多いのが気になるであるが、あなたたちもノストラダムス様をお探しですか？あ、モンスター反応はこいつからだ。どこから見てもゆるキャラなんだけど。私アンゴルモアと申します。よろしくお願いします。アンゴルモア、この差し声を私、恐怖の大王アンゴルモア。その雑誌は存じませんが、私ノストラダムス様にお仕えしておりまして。イメージと全然違うぞ。仕えているのにどうして探す必要がある？それはちょっと目を離した隙に行方不明になられてしまい、ノストラダムス様は頑固というか気難しい方ですし、それにほっとくとすぐどこかに行ってしまうんです。徘徊癖か。おじいちゃんだしね。アンゴルモアさんも心配だよね。お願いです、どうか一緒にノストラダムス様を探してはいただけないでしょうか？うん、わかった。俺たちもノストラダムスに用があるし、これから一緒に探そう。ありがとうございます。手がかりくらいはあるんだろうな。私とノストラダムス様は特別な力でつながっておりまして、私だけが、私だけに許された特別な、ビビッときました。ゲロッタである。っていうかこれ紙じゃん。であるな。何か書いてありますね。これってこれこそがノストラダムス様の予言。お読みします。すべての友がすべての丘の上に立つとき、道はそびえ立つ。日本語難しいです。いや、難しいというか意味わかんないんだけど。これでもわかりやすく翻訳したのですが、ノストラダムス様は見えたものについてつい予言しているので。なるほどな。これが今ノストラダムスが見たものだとすれば、場所さえ分かれば足取りが分かる。読んで読んで読んで。6本の木を丘の上に望み、そびえ立つ2つの氷の山は時とともに溶け崩れる。6本の木、六本木か。六本木に丘なんてあったっけ？ちょっと待って、地図出すから。ここですね、六本木ヒルズ。六本木ヒルズ、そうか、丘って英語でヒルだ。望むはホープでしょうか？望むには遠くを見るって意味もあるの。だから丘を望むはヒルズが見える場所ってことだと思う。だったら氷の山はっと、あった、六本木ヒルズの見えるアイス屋さん。この予言の頻度ですとノストラダムス様は移動中かと。全員で追うより予言に合わせて別行動した方が効率的に後を追えるだろう。だったら六本木は私が行くよ。アイスをアイスールみんな見ちゃう。
ってな。これぞ六本の木を丘の上に望みそびえ立つ二つの氷の山なのだ。ペロリン。おお、ここのアイス超最高なんですけど。みーなみ、はいはい、わかってるって。それっぽい人はいないであります。うぅ、溶けるの早。六本の木を丘の上に望みそびえ立つ二つの氷の山は時とともに溶け崩れるって、もうこれ予言通りになってるよ。それっぽい人は見当たらないって。そっか、我慢しないで吐く方が楽であるぞ。あまり人様の前で吐く。丘に覆われし道を越えて虎の門の白き角を越え黒きにがき水を知る者は白き雲に飾られる。虎の門。俺だ。今大荒れし道っぽいのをググってる。大荒れし道、道、トンネルか。トンネル？トンネルの上にビルがある。あった、虎ノ門ヒルズ。ビルの中か周辺に白い何かがあるはずだ。それを探せ。あ、アキラ、白い何かの正体が分かった。場所は？いや、いい。え？あった、確かに白き角だが。オラ様の白いのがいるである。時代がオラ様に追いついたである。今すぐに虎ノ門からオラノ門に改名である。次の黒き水は簡単だ。泡立てたミルクを雲と考えればカプチーノ。白き雲に飾られる。全ては予言通りか。次の予言はここか。アタゴグリーンヒルズ。緑の丘のふもと、動物の森を見つけしとき、全ての謎は解け、道は示される。緑の丘はグリーンヒル。ヒルズつながりで来てるし、ここだよね。何気に交通費痛いな。でもさ、動物の森なんて東京にあったっけ。オラ様、毎晩その森でカブトムシ取ってたである。それってミナミがハマってたゲームだろ。ミナミとアキラは予言の言葉は全て当たってたって言ってたけど。夏が来れば思い出すである。静かな森、野の小道、ミヤマとノコギリのクワガタを捕まえると3000ベルにはなったである。動物の森が懐かしくなってきたである。この予言は全て真実なんですよね。ノストラダムス様は嘘をつけません。何しろ見たものがそのまま予言となりますし。この辺に動物のいるところは情け。何かの例えかもしれない。見つけたであるぞよ。ネズミ、牛、トラ。わお、動物がたくさんいます。これぞ動物の森である。道は示されるって、この道のこと。誰もいなかったであるぞ。次の予言は、ビビッときません。これで全ての予言の謎が解けると思ったのに。どこにいるんだよ。全ての予言。あ、レン、まだです。まだ解いていない謎があります。全ての友が全ての丘に立つとき、道はそびえ立つ。あ、最初の予言。そうです。ミナミは六本木ヒルズ、アキラは虎ノ門ヒルズ、私たちはアタゴグリーンヒルズ。全ての友が丘にいる。うん、いるだけじゃダメです。丘の上に立たないと。丘の上。あ、展望台。そこで何が見えるのか、俺たち全員で確かめよう。きっとそれが今ノストラダムスのいる場所なんだ。見えたぞ。見えた。
モンストアニメは大予言者ノストラダムス。いました、ノストラダムス様です。イメージ通りすぎ、ノストラダムスそのものですね。ノストラダムスだけに。違います、こちらの方です。CM の後は解放の呪文です。2017年夏、この惑星にまた新しい興奮が生まれる。 X フラッグボーグ2017開催。超絶のパフォーマンス、魅惑のライブステージ、熱狂のゲームバトル、全てがパワーアップして幕張メッセに集結。しかも7月8日9日 2days 開催。桁外れな興奮をここに。X Flag Park 2017 Don't miss it。 にひプレイする新感覚ストアオープンである。なんとも最先端な感じである。触って遊ぶ新しいお買い物であるな。たくさんのグッズ、お気に入りを見つけるのである。オラ様のための舞台であるか。どんなイベントが行われるか楽しみであるな。カフェスペースであるぞ。なんとも遊び心たっぷりである。 X フラッグストア渋谷、ぜひ来るのである。そして今回の解放の呪文は偉大な予言者です。